奈半利町にある山中晴明さんの畑で栽培されているスイカ。種は白く柔らかいものがほんの少しだけ、頬張れという品種の種なしスイカです。山中さんは10年以上前からこのスイカの栽培を行っていて、毎年およそ4000玉を出荷しています。今年も先月20日頃から収穫と出荷作業が始まりました。この種なしスイカは温度調整や受粉の管理などに手間がかかり、作り手が少ないため希少なスイカと言われています。一玉の重さは平均8キロですが、大きいものでは13キロほどに。糖度は13度前後で、みずみずしい甘さが特徴です。町のふるさと納税の返礼品にもなっていて、リピーターも多いということです。大きく育っています。大きいのでみんなで食べてもらいたいと思います。山中さんの種なしスイカは奈半利町にある物産館いちじくや県内の直売所などで今月いっぱい販売される予定です。